ん？え？何？楽しかったかって何の話だよ。合宿？合宿ってポピパの？私ん家にみんなして泊まりに来たやつ？で、なんでお前がそれ知ってんだよ。あ、いや、わかった。どうせかすみが喋ったんだろ。やっぱりか。かすみ嬉しそうだったって？だろうな。あいつ前の日からずっとそわそわしてたし、当日もはしゃぎ回ってたけど。ん？ちげえよ、うちに来いなんて言ってないから。あれはかすみがしつこく頼むから仕方なく。そう、仕方なくだよ。蔵の鍵貸してやったのだって特別。まあ、あいつなりにいろいろ考えてたみたいだし、今回だけオッケーしてやってもいいかなって。いや、オッケーしたのはばあちゃんだけど、私の方からわざわざ誘ったりなんかしないって。する意味ないだろ。だっていつもみんな来てるし、蔵に。そうそう、知ってるだろ。うちの蔵、ポピパの練習場所になってんの。かすみなんて用がなくても来るし。理由なんて知らないよ、こっちが聞きたいっての。ほんと、なんで練習場所も宿泊場所も毎回うちなんだよ。うちは宿屋じゃねえ。あ、笑ったな。笑うとこじゃねえから、私は本気だ。迷惑かって？迷惑だよ、当然じゃん。ん？いや、別に追い出すほどじゃないけど。なんでって、そりゃ私としても練習場所が近くて楽なとこあるし、練習はまあ好きだし、うん、あいつらとやるのもまあそんなに悪くないよ。少なくとも気だけは使わなくていいやつらだから。特にかすみなんてそうだろう。もちろん、おたえやリミやサーヤもそうだけど、好きか嫌いかで言ったら好きってことになるんじゃない？ポピパのこと出なかったら家に泊まらせたりしねえし、丸2日も顔つき合わせて曲作りしてさ、ああでもないこうでもないって悩んで、一緒にカレー作ったりしてさ、かすみが切った野菜とかすげえ変な形で、枕投げなんかもやったな。リミとサーヤまで参加するとは思わなかったけど、おたえはまあやると思ってた。かすみ2号だしな。うん、なんだかんだ言って合宿も楽しく。あれ、いやいや、なんでこんな話になってんだよ。私はあいつらが迷惑だって言いたかったの。迷惑どころじゃない、大迷惑だ。いや、照れてないから、本心だから。だから笑うなって。お前も人の話聞かないな、もう。そもそもこんな話になったの、お前が妙な話したから。